おはようございます。オーヤンフィーフィーさんの雨の御堂筋を中心に日替わりテーマを設けてお送りしております。昨日のテーマは街道、国道、雨の御堂筋のほか第二京浜国道を描いた夜霧の第二国道、下田街道が登場する踊り子を取り上げました。今日3日目のテーマも歌の主人公の姿を思い浮かべながら歌詞に注目してみてください。それでは本日も行ってみましょう。毎日歌声喫茶ミニ歌声喫茶ラララララ、この歌をあなたと。それでは準備体操です。はい、じゃあ肩に手を乗せて大きくゆっくり回していきます。はい、ぐるーん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 、反対回しです。ぐるーん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 。はい、ユーストンです。ぎゅーストン、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 発声練習をします。
今日の1曲目は小さな好み。 NHK みんなの歌で発表された歌です。原曲はビゼーのオペラ美しきパースの娘の中で歌われるセレナード。これをベースに作曲家編曲家の石川明さんが編曲し、作詞家脚本家の海野博士さんが日本語の歌詞をつけた形です。4年後の昭和50年にはヴィヴァルディのバイオリン協奏曲冬、こちらに独自の日本語歌詞をつけた白い道という曲が、同じお二人の編曲および作詞でみんなの歌で発表されています。クラシック曲のメロディーに日本語の歌詞がついた、うん、はい、うん、最近でもね、あのコマーシャルなんかでもね、うん、クラシックの曲に、うん、その商品にまつわる歌詞を載せて歌ってるものって結構ありますよね、うん、クラシックってすごくキャッチーですよね、ある意味。そうだね、ね、うん、だからやっぱりすごく耳に残りやすいもんね、うん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 、日本語が載ってるとまた元とは違う印象になったりとかしてね、親しみが湧いちゃって、うん、また、ね、うんうん、この曲が出来上がる2年ほど前に、この詩の部分というのが詩としてあったらしいんですよね。あ、そうですか、うん、ただそれはその時点では特に何かで発表することなく持っていたらしいんですけれども、うん、ビゼの曲に日本語の歌詞をつけてっていう企画ができた時に、うん、この曲にはこれだっていうね、うん、草原の秋というタイトルで詩があったようなんですけれどもね、うん、草原の秋、なるほど、うん、続いては松島明さんの古集です。今週は
たびたび作曲家徳地正信さんにまつわる話題を取り上げてきましたが、この古集も徳地正信さんの作曲です。ある日、徳地さんのもとにレッスンに訪れた松島明さん、その場には作詞家の宮川哲夫さんも呼ばれていました。そこで徳地さんは、彼松島くんが北海道の洞爺湖あたりの湖畔で青春の哀愁を歌うという曲の構想を語り、雲の流れ、湖の憂いというイメージ、タイトルは古集として、その場で作詞を宮川哲夫さんに依頼したといいます。この湖の憂いと書いて古集という言葉は一般的にはまあないと思うんですよね。孤独の子に憂いで古集という言葉はあるようなんですけれど、だからその一人で物思いにふけるような古集、これにこの湖の風景を重ねた言葉を作ったのかな。また湖っていうのは山に囲まれた中に、神秘的な、そうですよね、ものがありますよね。色もちょっと最古とか、そうだね、神秘的だったりね。憂いといってもね、愁、旅愁の愁という字ですけれども、憂鬱の憂と書いて憂いというのもあるけれど、微妙に意味が違うらしいんですよね。憂鬱の憂の憂いというのは、悩みや心配事があるような、愁、秋の心と書く憂いはですね、やっぱり悲しみという側面が強いみたいですね。この歌で言えば失恋して一人、それがまあ湖に映し出されると言いますかね、そういうことを言ってるんでしょうね。もう今更心配してもね、結果が出ちゃってる、出ちゃってるから、そっちの憂いじゃないんだよね。そっちの憂いじゃないんだ。
最後は雨の御堂筋です。大阪を舞台にした歌謡曲は数多くあります。古くは野崎小唄、そして藤島武雄さんの月の宝泉寺横丁、ザ・ピーナッツの大阪の人、海原千里麻里さんの大阪ラプソディ、先週愛情寺さんのガラスのジョニーの作詞家として触れた石浜恒夫さん作詞によるフランク永井さんの恋さんのラブコールや大阪ロマンも代表的な大阪ソングです。そんな中でこの雨の御堂筋のようにベンチャーズのギターメロディーに乗った大阪の情景というものには大阪の地名が登場しているにもかかわらず異国の街や架空のどこかを想像したくなるような独特の哀愁があるように思うのです。夜の雨、あなた、あなたはどこよ、あなたを訪ねて南へ歩く。本町あたりにあなたはいると風の知らせを背中で聞いて、こんな女が一人探していたことを誰か伝えて、忍んで南へ歩く。
本日は小さな好み、古集、そして雨の御堂筋の3曲をお送りしました。それでは今日のテーマの発表の時間です。本日のテーマは一人でした。一曲目の小さな好みは、お父さんの思い出を胸に一人秋の丘をかけていく少年の姿があります。二曲目の古集には、一人の旅の寂しさはという歌詞の通り、一人涙に濡れる青年が思い浮かびます。そして雨の御堂筋には、こんな女が一人という歌詞があります。また歌詞だけではなく、この激しい曲調からもこの女性の孤独感が強烈に描き出されているような印象を持ちました。そんなわけで今回のテーマは一人でした。それではまた明日。